スイッチの人生ゲームって一人でやっても楽しいのかという考え、皆さんご存知ですか？スイッチから人生ゲームが出たんですよ。で、しぐれみは人生ゲーム家族としかやったことなかったの。あのリアル人生ゲームね、ボードゲームのくるるってやつ、これをやろう、私も誰かとやりたいと思って誘いに行こうと思ったの。人をしたらことごとくみんなやってんだわ私が関わりのある人間たちもうやってんだわ、えと思ってで、しかも1回にさ3時間ぐらいかかるからさ、え、めっちゃもしかしてこれ、いや、さすがに2回目やらせるのはねえつって、俺たちとやればいいだろう、お前たちとはやらないお前たちとはやらないんだけれども、誘われなかったの。なんてこと言うの、はふざけんなよ、みんながやる、みんな友達いっぱいいるんだから、もしかしたら誘われてたかもしれないけど、わかんねえ。このツイートをしたところ、結構みんなが楽しいよって言ってたから、ふーんと思って、あのサムネ作りましたよ、ソロっつってこれをもう完全にこれやるしかねえと思って作ったんですよ虚しさ半端ないよこれしかし救世主現る、救世主現る、わためということで、あの来月わためてやります。素晴らしい、ソロ回避、いや、わためもうやってたからさ、もうダメかなって思ったんだよ。そしたら、あの違う話してる最中にさ、あのやろうって言ってくれて、これは嬉しすぎたんでネタバレしました。これ11月のどこかです。ういわた24時ういわた24時はしてくれないらしい。これもうな、マジで助かる、そのサムネだけください、いらないだろこれ、もう使わないんだから。もうこんな感じでね、もうソロ回避しましたっていうのを皆さんにご報告させていただきます。危なかったね、4人でできるゲームを2人でいいだろ、別に2人で人生歩んだってさ、知らんけど、ネタバレになるかなと思って、まだ人様の人生ゲーム見てないんですけれども、一回一人でやって予習しないか。人生ゲームはね、一回なの、予習とかできないから。なんで24やらんの、しんどいだろシンプルに。はい、ドラランデンドラランデンドラランデンドラランドラランデンドラランド、いた。